って新作のメール。ブチブチビビチがあって実はこれディズニーのパリンだったの。じゃあ、安井さん、じゃあスタートお願いしてほしいです。ちょっとあれって似てるんですよね。だから、17日発売。はい、あ、はじめましてのアリサミル方はあの知らないのでちょっと紹介すると片耳が聞こえないのは私でした。あの耳が聞こえないので手話でパフォーマンスしてくれます。では一旦お願いします。
ので全部の国国で共通でございます。愛してるね。ここでですね、アリサさんがですねちょっと早く帰るので記念写真を撮りたいと思いますんで、皆さんですねちょっとステージの方にですね上がっていただいてもよろしいでしょうか。1回目の方で撮影しますんで記念写真を全員皆さん上がって